お疲れ様でございます。火曜日のご挨拶は夜のご挨拶山本豪雨でございます。雨もですね、一旦こう小康状態になりましたので、今日は先ほど中道とグリーンコーポの間の公園でですね、ちょっと外国人さんが にぎわってましたので、交番で連れて行こうか迷いましたが、まずはね、大兄と思いまして、ちょっと トーン下げましょうと申しましたら、本当にあれですね、文化の違いってことで、穏便にですね、またヒートアップしてくるかもしれませんけれども、まずはトーンダウンしていただいて、ここは住宅地ですのでと、タバコも禁止ですよと、そんな感じでちょっと地域のですね、一員として声をかけさせていただきました。山本豪雨でございます。やっぱり同じね、地域の一員として、なんか何もね、話さないがためにこう不安になるっていうのももったいないですのでね、どんどん私が前面に出て分かってもらってですね、お互いにこう町屋をですね、国際的に素晴らしい町と住みやすい町にするためにしっかり話していこうと思っております。できるだけね、このトーン柔らかく、どっちかというとうるさいのは私の方がうるさいわけでございますが、まずはね、外国人さんと一緒に盛り上げていこうと思っております。山本豪雨のご挨拶でございます。雨もこうまた降ってくる間に移動の方を済ませて、そして泊まっての演説を重ねさせていただきます。山本豪雨でございました。お気をつけてどうぞ。ここ滑りますからね、私もつるつるの革靴ですが踏みしめてまいります。山本豪雨でございました。ありがとうございました。